第1位、磯貝香音さんです。どうぞ。磯貝香音です。愛知県出身の大学4年生です。大学ではスポーツ科に通っていて、保健体育を専攻しております。ミスフラッシュで、私は水着が初披露だったんですけれども、もともとアイドルを卒業してからグラビアがやりたいっていう気持ちを今の事務所の社長さんにお話ししたところからが、芸能活動再開のきっかけとなったので、私はこのミスフラッシュのオーディションにかけています。今日は記者発表の時に1回だけ披露した側転を願掛けも兼ねて披露したいと思います。気をつけてね。頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、バッチリできました。じゃあポージングいきます、はい、写真の方お願いします。はい、じゃあ履いていただいてね。お靴を履いてからで大丈夫です、はい、じゃあ真ん中で、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあその横ですね、はい、よろしくお願いします。大丈夫です。はい、じゃあその横いきます。